かあの坂道発進で結構半クラやったんでクラッチ汚れてると思うんで、今日はバラして綺麗にやっていきたいと思います。お願いします。 KK チャンネル。それではバラしていきたいと思います。いつもはチャチャーっとやっちゃうんですけど、正確な名前とかも説明しながら今回やりたいんで、ちゃんと教科書用意しました。今日はこんな感じですね。こんな感じ。じゃあこっちにもあるよ。こっちにもあるよ。こういうのね、勉強はしないんですけど、こういうのは大事です。親父からもらいました。役に立ってます。でまずはこのロックナットを外すんです。この周り。こいつ3本パンって外すと、このスプリングがパーンって飛んでバラバラになっちゃうんで、バラバラにしないようにノックナットを外して、でこいつワッシャーかましてっていう作業でやっていきたいと思います。お願いします。このねガーンってやつが苦手なんだよね。手弱いから。どいてんのか。簡単にいるんだよ。実は僕もこれ5年ぐらいやってないかもしれないです。すっごい汚いです。ああそういうことね。こっちも一緒に緩んできちゃいました。こっちが遊びまくっちゃってます。一緒にこっち回っちゃってるのね。まあいいや。ここまで入れて、ワッシャーはめて、こいつロックナットギュッと締めていきます。プッシュロッド調節スクリューのロックナットを取り外す。ロックナットこれで、これぐらいの大きさの平ワッシャーを調節スクリューに挿入して、またロックナットを戻すっていう作業を今やってます。マッシャーかませてロックナット閉めてます。そうするとどんどんね、ここが隙間が見てきました。よいしょ。こんな感じ。ほらもういいと思うんだけど、ほらここがカポカポになってきました。そしたらまたここを緩めていきたいと思います。こんな感じ。ちょっとへこんだボルトになってます。よいしょ。全部外していくよ。はい、3つ外れました。でパーツはタオルの上に置かないといけないですけど、タオルがないで取ってきます。よいしょっと、こう置いておいて外していきます。ね、ここで外れます。そしたらこれ順番にいかないとまずいんで、錆びてる。オイルすごいかな。そうかしょ。置いてこうだから、これ分かんないんですけど、はめた順番は絶対に崩さない方がいいです。交互に入ってます。これはちゃんと順番通りにならないとダメ。よいしょ。はい、スチールフリクションディスク、スチールディスク、よいしょ、よいしょ。錆びてる。フリクションディスク、最後の1枚がめっちゃ張り付いてる。
全然やってないから。じゃあまず洗浄やっていきたいと思います。綺麗に洗浄レベルじゃないな、これ本当分かるかな、この汚れ。ブラシが必要だ。そしたら中見ると若干段差できてるから、ちょっとペーパーで削ってあげてって感じ。あとここも触って、ここは段差できてないけど少し削ってあげようかな。そんな感じです。まだまだちょっと綺麗にしていきたいと思います。教科書が片付いて、教科書しまいます。今回は400番のペーパーで、終わりです。こいつら綺麗にしていきたいと思います。ベトベト、もうねこれねダメかもしれない。感じ機かも。うっす。クラッチ以下の項目を点検するの4番で、ライニングの厚さが 0.8 ミリ以下に摩耗しているか。摩耗っていう意味は他のものにすられ減っていないかっていう意味らしいです。こんなんじゃねえよな。順番は守っていこう。いいだろ、こんなもんじゃな。こうでしょ。スチールディスクに水やソリがある場合は交換しないといけません。これも綺麗に磨いていきます。はいはい
どっちだっけ。今日そんなんじゃない。順番毎回分かんなくなるぞこれ。風が強い。どうだったっけ今。こうやっておくんだよな。順番はね変えない方がいいって昔から言われてたんだよ。でも順番分かんなかった。これは一番最初のやつに比べるとやっぱちゃんと減ってな。一番奥やっぱ減るんかな。こんな感じですね。こんな感じであっち戻していくんだけど、だけど今日はこれとね、薄いな。まだいけるわ。これにこのフリクソンディスクにオリブデントコートドライね、こいつちょっと塗っていきます。こいつはフリクションディスクの表面が光沢があり滑らかで暗い感じになっているか、暗い感じっていうのがよくわかりません。フリクションディスクにオイルが染み込んでいるかということなので、フリクションディスクのライニングにオイルが染み込んでいるかっていうのと、あとは表面が光沢があり滑らかで暗い感じになっているか、暗い感じっていうのがちょっとわかんないんですけど、なので今回はモリブデンコートを拭いてあげました。いいことしかないので気になる方は調べてみてください。よしって、まあ、適当適当にいきます。どんな感じかちょっと、ね、これなんだろうな、黒かな、ドライになるね。映ってるかな。しっかりと。ちょっと下手だね、拭き方が。これはね、ちょっとね、トランボイみたいにサラサラってなるんだよね。いいんじゃない？よし、拭き終わりました。カスを取ろう。このパンのグリースを塗っていきます。グリスは手で。ただ今度はこの部分にもちょっと軽く塗っておきます。
塗れました。よいしょ。ちょっとじゃあ乾くまでの間いただきます。喉がいちゃったんで。塗り方が良くないんだよな。塗るときはちゃんとこうシャーシャーって皆さんやってください。今日時間なかったんでやっつけてちょっとやってる感じになっちゃってるんですけど、やるんだったらちゃんとゆっくりやってください。乾いたかな。したら乾いたらちょっと表面軽く拭いてあげて。サラサラな感じでもオイルっぽいような。モリブデンコートドライ。こんな感じ。拭くと拭かないやつちょっと違う。こんな感じ光るんですよね。こうやってこの最後の1枚だけすごい薄い。そしたらこれを戻していきます。この穴もちゃんと綺麗に均等になってるかっていう風にも見るの大事みたいですよ。キレイキレイしてあげてください。こいつも2本目終了。はい、よし、はい、そしたらこいつ戻していきます。よし、よし、こんな感じこいつ外して、こんこれでこっからが大事で、これバランスよく締めていくんです。ここに多分スプリングが入っていて、調節ナットをバランスよく締めていくんですが、ですね、教科書にはですね、プレッシャープレートとエッジのリリースディスクの距離が正確に 26.19 になるように調節ナットを調節すると書いてあります。今見るとあ、いい感じかもしれない。見てない。OK です。そしたら最後はクラッチ調節しておしまい。ここ全部入れて、ここに入ったかな、入れて遊び作ってあげないとダメだから閉めて、こんなもんかな。いい感じでできました。まあ、
さいも。